本当にご多忙の中、時間取っていただいたこと、このチャリティーに協力していただきましたこと、本当にありがとうございます。とんでもないです。はい。今、まさにですね、世界が、新型のね、このコロナウイルスによって混乱している中でですね、特にこの貸し会議ビジネスっていうですね、まあ、3密を避けないといけないって言って、皆様のね、外出もできないし、そういった場所も使えないというような中の真っ只中にいてですね、この前に進んでる姿、私、ニュースなどで見て、とても感銘を受けておりましてですね、今日はそのあたり突っ込んで聞いていきたいと思ってます。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。まずはですね、企画の背景というか概要から少し共有させていただければと思いますが、こちらです。ブレイクスルー YouTube と題しましてですね、今を乗り越えていく、未来に備えていくと。特に、この世界が大きく変わってしまったことによってですね、世界が混乱して悩んでいる人とか、先に行く道筋が見えないという中でですね、もし私が河野社長の立場だったら、相当な苦悩があって、なかなか前に進めないと思う中、もうガンガン前に進まれている姿を見てですね、とても刺激を受けていましてですね、まあそんな勇気を皆さんに届けられればっていうのが今回の背景にございます。はい。でですね、最初、こんな質問からちょっと入っていきたいと思うんですが、まあコロナショックによるインパクトということで、いくつか伺っていきたいと思います。まず、大枠でですね、この1月、2月と3月、だんだん皆さんが緊張度が高まってきた中で、菅野社長はですね、今年入ってからどんな動きをされていたのか、ちょっとそんなところから伺いながらですね、まず何に取り組んだのか、ちょっとそのあたりから聞いていきたいと思っています。そうですね。もう我々2月決算だったんですけれども、まあ、1月と、まあ、非常に決算も絶好調で、で、2月は IR で海外に行ってまして、ニューヨーク、そしてロンドンと、こう、海外に、IR に行ってましてですね、非常にいい感触を受けて、日本に帰ってきたわけですね。まあ、その時はちょうどダイヤモンドプリンセス号ですかね、のニュースがもうニューヨークでとロンドンでガンガン出てたんですけども、コロナの影響全くニューヨーク、ロンドンなくてですね、日本とまたちょっと温度差も違って、これからどうなるんだろうと思いながら日本に帰ってたのを思い出しますね。で、2月の中旬ぐらいからですね、この安倍総理の、その、いわゆる、いろんなですね、まあ、集会とか、そういうものを、ちょっとこう、禁止というか、まあ、自粛の話が出てき始めてですね、そうですまあ、よ2月ね。の、2月決算だったんですけど、2月の中旬から、いきなりこう、会議室のキャンセルが一気に出てきましてですね、それがこう、とどまらなくて3月、に入り、さらに4月の、もうこの宣言からですね、完全に TKP の会議室は本当にもう非常にピンチになってきました。これはどうですか、2月の中旬から始まって3月の上旬、中旬ってきて、ちょっとこれはいよいよちょっとまずいなと僕は思いましたんで、3月中旬からは資金繰りに回りましてですね、もう、まあ、銀行借りで、も含めて銀行の貸し越し枠も含めてですね、一気に動きました。で、やはりその、まあ、いつもね、こう売上の3ヶ月分ぐらいはキャッシュは持ってたんですけども、まあ、売上が月30億、40億ありましたんで、100億円以上のお金は持ってたんですけども、やはりそれじゃもう、先行きがやっぱり不安になりまして、まあ、結果的に、どうですかね、370億円ぐらいですかね、もう資金調達をこう、道筋を立てて、4月の上旬にはほぼその道筋を立てましたね。その、この、なんですか、2、3週間で、3月中旬から4月の上旬までで、そういう意味では、そうですね、250億円、から300億円、なんとか、なんかあった時に、こう、お金になるという、必要なお金を資金調達、枠も含めてですね、できたのが、まあ、良かったかなというふうに思ってます。非常にスピード早く取り組まれていたと思うんですが、この2月、3月の段階で、まあ、会議室が使われなくなりますよね。そこからあれだけスピーディーに動かれた、その、まず最初に何を考えてどんなことをされたっていうあたりは、ちょっとヒントいいただけるや、毎日やっぱりこう1日2億円ぐらいの売り上げありましたんで、と。この受2億注、円。2億円、すこのご受い。注が入ってくるどころか、キャンセルがどんどん出てくるんですね。この3ヶ
ヶ月ちょっとでやっぱりキャンセルだけでも75億円ぐらいあったんですね、キャンセルがですね。75億円のキャンセル。そう。これはショックっていうか、しびれますね。しびれますね。だから2月決算で、まあちょっとね、数字は60数億円の営業利益出しましたけど、その数字がもう、この3、4ヶ月で全部なくなっていってると。こういうのはもうしびれましたね、本当に。いやいや、2月、それでも60数億円の営業利益を出してたっていうだけでもすごいことだと思うんですが。でも天国から地獄ですよ、これ。株価がね、株価も天国から地獄で。本当にもう、6000近くあった株価も910円まで落ちまして。本当に、なんかびっくりですね。その時の心境っていうんでしょうか。社内では、社員へのコミュニケーションも含めて、ご自身のインパクトだけじゃなくて、皆さんも不安だったんじゃないかと思うんですが、どうも、社内向けにはどんなことをされたんでしょうか。そうですね。まあ、社内向けには、まあ、2月、3月という、まずその時はですね、はい。まあ、資金は集めるから心配するなと。まあ、そういうことを、まあ、営業会議でも言ってですね、はい。まあ、キャンセル受けるのはもう仕方ないと。もう今、持ってることは仕方ないから、うん、まあ、それも一旦受け入れて、はい。で次につなげるようにお客様とのパイプを太くするように、これをピンチをチャンスにするように、しようというふうにもう営業マンに、はい、もう皆さんに言ってまいりましたね。なるほど。言って、うん、みんなで頑張ろうという、そういった体制を取りました。なるほど。そのリーダーシップいつも見ていて、非常に素晴らしいなと思うんですが、そもそもビジネスモデル、こちらのね、本も拝読させていただいて、以前もね、はい、この本でインタビューもさせていただきましたが、この持たざる経営ということで、実は TKP さんのこのいろんな施設っていうのは、所有してるんじゃなくて、いわゆる賃貸契約、一般的に言う賃貸契約に当たるわけですよね。はい、そうです。交渉とかその後って何か最初に動かれたことってどんなことをされたんでしょうか。いや、まあ、そうですね。やっぱり家賃が高いく借りてるところっていうのは、まあ、交渉しないといけないっていうのはあるんですけども、はい。まあ、とにかく、オーナー様ととりあえず、そのコミュニケーションを取るってことが大事ですので、まず、はい。まあ、今の状況っていうのをですね、こう、厳しいという状況を、理解をしてもらおうというふうに、まあ、頑張ってきましたけど、うん、なかなかね、商業施設は、とか居酒屋とかですね、はい。商業施設は、受け入れてもらえてるっていう話、減免とかですね、ありましたけど、はい、で、オフィスビルっていうのは、減免交渉してる人がいなかったんですね。3月、4月の段階で、特にですね。で、企業は、やっぱり後回しになりますよね、本社だから。で、出ていくってわけにいかないので。はい。だからそこはやっぱり非常にハードルが高かったですね、家賃交渉っていうところがですね。いつ頃から始められたんでしょうか。いやー、始めたんですけど、まあ4月から始めてはいますけれども、はい。もう皆さんテレワークになってますね、なかなか、うん、お会いしてもらえないんですね。会ってもらえないんですね。いらっしゃらない。そう。で、今頃になってようやくいろんな回答が出始めて、じゃあ、少し減免しようとか、はい。ちょっと猶予をですね、はい、与えようと。で、来年にはお金返してくださいねとかですね。まあ、そういうことを言われるわけなんですけども。まあ私どもでもそうは言っても、猶予と言っても、我々、やっぱり、ね、現金ポジションというのは逆に持つようにしてますけど、まあ、はい、でもやはりその猶予でもね、少しでも現金があるってことは非常に安心になりますので、そういった猶予もいただくと。敷金払ってる分を、まあ、その分一部ちょっと一旦、返してもらって、また来年、収めるってことなんでしょうけれども、うん、それでもね、資金調達の一種のツールだというふうに思うようにしています。そうですね。先ほど通常3ヶ月分はっておっしゃってて、100億以上のね、現金はいつ日頃から、留保されているというお話がありましたけれども、テレビで見たら100億調達とかね、ちょうど TKP のニュースですみたいな感じで出てたのを見たんですけど、300億以上結果調達された。ってことなんでしょうか。そうですね。実際問題は、もともと100億円前後ありましたので、うん、あと、プラス、その、ニュースの100億は、SMBC の100億の貸し越し枠ですけれども、はい。それに加えて、みずほ銀行の、貸し越し、枠で50億円。で、これで150億円。合わせて250億円。あとの120億円は、もういろいろ不動産、を、まあ、担保にしてローンを組んだりとかですね。不動産を売却したりとかですね。あと、まあ、預け金を返還して、
もらったりとかですね。はい、そういったのを駆使しまして、なんとかこの370億円までの道筋を見たということですね。河野社長のお話聞いてると、いつもすごいダイナミックで、昨年もちょっと後ほど詳しくは聞こうと思ってるんですが、リージャスの M&A で、はい、470億円も使われたと、まあ、当然調達もされたと思うんですが、いつもその動きがダイナミックでいらっしゃいますよね。その、このぐらいまで行こうとか、何か資金調達に関する目標であるとか、このぐらいまではやらないとなとか、なんかその辺の感覚値というのはどう考えてたんでしょうか。去年ちょっとね、私自分追い込みすぎちゃったんですね。いいですね。やっぱりですね、この続けてきて、今ちょうど15年になるんですけれども、はい、うん、10年目を超えたぐらいから、結構この、なんて言いますかね、会議室の事業で非常にうまくいってましたので、はい、バランスシートでこの、結構このキャッシュが余ってきたりとか、あとまあ銀行の借入れ枠がこう非常に使える状態になっていったんですね。はい、なので、それでやったら、ただ単に持たざる経営だけやってるのはもったいないということで、うん、まあアパホテルを作ろうということで、土地を買ったりして、ホテルを建てて、はい、自分でアパホテルを運営するというような形でやってました。はい、まあ、これ逆に言うと、バランスシートを使いながら、営業利益、営業キャッシュフローを生み出していくっていう、非常にですね、この、ただ単に、ね、インターネットを使った IT を使ったビジネスだけじゃなくて、金融的な考え方を入れたビジネスということで、展開していったんですね。で、そうしていって、まあ、私の場合、基本的なキック&ランニングっていう形で、キックして走れみたいなですね、すごい、こういった、形でもう、社員でこう走っていけというような、経営してますので、うん、そういう意味で言うと、やっぱり、その、なんかこう、なんかこう、広告塔じゃないですけど、なんかこう、ボールを蹴るっていう作業が必要なんですね。なるほど。では、やはりその、貸し会議室の延長線上と考えると、はい、まあ、これからは、やはりどこでも働ける場所が、まあ、うん、きしくも、うん、今になってその、なんて言いますかね、このリモートワークとかテレワークという話が出てきてますけれども、はい、昨年はまだそこまで出てなかった段階だったんですが、まあ、でもこれはどこでもこれからは働ける、そういった時代が必要だと、来るだろうということで、まあ、リージャス、まあ、フレキシブルオフィスという事業にやっぱりこう出ていきたいと。そうした時、うん、そうした時にやはりその、やっぱり世界でやっぱりナンバーワンの、会社の事業を TKP ができるということはですね、非常に、はい、私のとも非常に嬉しいことだし、うん、このマーケットをちゃんと抑えに行く上でもですね、このリージャスがいかにそのアメリカであるとかヨーロッパで、ナンバーワンで動いてたか、私、肌で感じてましたので、うん、どうしても、リージャスが欲しかったというのが、この、金額にも表れてるんじゃないかなというふうに思います。いやー、このね、470億という金額に本当痺れましたけれども、あの時は。入ってる時僕も痺れましたよ、これ。書類をやっぱり書かれるときは緊張感あったんでしょうか。ロンドンに交渉に行ってるときに、はい、その会食のもう段をするというなんか最後の会食の場があったんですけども、はい、そのときにもうそのレストランに入るのに15分間躊躇して、へ、私が日本から連れて行ってるメンバーに、これ本当にやるべきかやらないべきかどうなんだろうっていうのも最後まで最後までですね、寒空の中ですね、話してたのを、うん、もう思い出しますね、本当に。いやだってそのレストランに入ってしまったら470億円の買い物するわけですよね。そう。でもね、もうちょっと高かったりしたんですけどね、最後の最後で。あ、そうだったんですね。今まで言ってもしょうがないな。いろいろ、もう最後の最後まで交渉しました、本当に、そういう意味では。そうですか。いや、ここではですね、本では読めない、他では聞けないような話を突っ込んで聞いていきたいっていうことでですね、そのレストランでの会食の話聞いたら、ちょっとそうで、どんなやり取りをしてそこにたどり着いたのかとか、河野社長のその男っぷりをですね、ぜひ聞かせていただきたいと思うんですが、もうもちろん事前にはいろんな交渉あったんですよね。そうですね。ただまあ、うん、ポイントはですね、まあ当然これはいろんな、はい、専門家同士の交渉もありましたし、ありましたけども、はい、やはりポイントは相手が、ロンドンで上場してますけど、はい、オーナー社長、創業者なんですね。だからもう、最後はもう創業者対創業者でですね、うん、オーナー対オーナーで私と差しで話してですね、はい、もう最後の最後のこの交渉の肝っこいところはやりました。弁護士入れずにやりましたね、そこはですね。あ、そうでしたか。弁護士入れるとね、時間かかってややこしくて、もうコンサバティブになっちゃって何も決まらないんですよ、本当に。そうですね。だから、まあ、これはまあ、上場もしてますが、ちゃんと弁護士でちょっとチェックはしますけど、最後の肝っこい交渉は本当に差しでですね。はい、やるっていうのはやっぱり大事かなというふうに思いますね。
そのディールが決まった瞬間、その川野社長的にこの一言だったなとか、これが効いたなみたいなのって何かあったんでしょうか。そうですね、それやっぱり、これどこまで言っていいのかっていうのは、もちろん立場上ね、なかなか軽々しく言えない立場でもあると思うので、その辺、もちろん差し支えない範囲で。それはね、こういうことですよ。はい。ね、リージャスは、はい、その、まあ、23年ぐらいかけて日本市場で、はい。3万坪のフレキシブルオフィス、レンタルオフィス事業をやったよね、と。はい。ね、私たちは後発で始めたけど、あなたたちの4倍の12万坪のスペースを貸し会議室にしてるんだよと、はい、貸し会議室できるところは全部貸しオフィスにできるところなんだよと、うん、オフィスを会議室として貸してるからオフィスにも当然できるんだよと、うん、フィード感が違うでしょうというところで、だから日本もしくはアジアは任せろと、こういうふうに言ったのを覚えてますよ。これはかっこいいですね。いや、しびれます、惚れます。いやいや、もう、いや、これ見られてる方にはあまりご存じないかもしれませんが、河野社長も本当にゼロから始めて、私創業期の頃、ある方の紹介で、代々木八幡のドトールでですね、ね、はい、お会いしたのが、はい、本当懐かしいんですが、あの頃からこれだけ伸ばされていく姿を横で見てて、ニューヨークでのチャレンジのお話だったり、大変なお話なんかいろいろ聞かせていただく中で、常に前に向かってるこのモチベーションっていうんでしょうか。今もこの、ちょっと今もご質問させていただいたこちらですね。一般的に言ったら、このコロナのインパクトって、ものすごくこの、いわゆる店舗ビジネスは大変だとか、その、スペースを持っているビジネスは大変だってよくおっしゃってましたけど、その中でもこれだけ前に進んで、今期も確か黒字の利益予想を何かのニュースで拝見したんですけども、その姿勢がすごいなと思うんですが、心折れたりとかないんですか？いや、心折れかけますよね、本当に。でもね、やっぱり、しょうがないものはしょうがないって、やっぱり思わないと次に進めないんですね。はい、だから、まあ、そういう意味では、まあ、やるだけやって、ダメだったことは、はい、まあ、くよくよしてもしょうがないから、まあ、次に進もうと、まあ、そういうふうに思うってことですかね。なるほど。